1月6日11時40分過ぎ、ようやく豊岡に着きました。大阪を朝8時40分過ぎ、9時近くに出ましたので4時間近くかかりました。よく晴れてます。JR 豊岡駅の外に出ました。雪が積もってます。いやでも路上には全くもう雪はなくて通常通りの車が走ってます。今観光案内所に行って、目的地のところ、訪ねたらここからだと歩いて20分で効かないということです。ということで、電車で一駅なのでということで、京都丹後鉄道乗り場の方で、進められました。当然 JR じゃないので青春18切符は使えないのですが、時間短縮のため、早速これで乗ってみようと思います。JR の駅と完全にくっついているので非常に便利です。切符売り場で天気はね、はい、ありがとうございます。たった一駅ですか、時間短縮、ちょうど電車があるって非常にラッキーでした。雪が積もってて、そして空が青い。よいしょ。This コウノトリの里駅。普通であれば絶対降りないような駅ですが、一駅だけですがなかなか味わい深い列車。10分ちょっと歩いてようやく見えてきました。陸伊八塚正福寺でしょうか。うわ、やはりいきなりこんな、これは靴まで、靴下までびしょ濡れになるか。これはまずいぞ。豊岡市指定文化財大石陸の墓。道は2つに分かれてます。どっち行くのが正解なのか。よいしょ。こっちは日が当たっているので雪はありませんが、多分この上は日陰になっているので雪がありそうな気がします。あ、墓地だ。この中にあるのかないのか。これは一
般の方の墓地だな、これは。いや、すごい。人はこういうのを青というのかもしれない。あ、でも見えた。よかった。大石妻リックの墓と書いてある。よいしょ。とりあえず看板にはつくことができた。この中央にあるのが、陸の、遺髪塚ということだそうです。お墓は広島にあるんですが、長女のお墓のそばに、紙を埋めてほしいということでこちらに納められたというふうになっております。そしてその横が長女空の墓碑、そして向こうが吉之進の、こちらも供養塔だそうです。本当にお墓の周りには誰もいません。まあそりゃそうでしょう。雪深い季節でこの辺りもう雪だらけです。本当静か。雪かきをしている音がどこからか聞こえてきます。遠くには川が見えてて、そして橋がかかってます。あの橋を越えてこれから豊岡の町に戻る予定です。20分以上歩く、下手すると30分ぐらいになるんじゃないかと。すでにもう時間が2時ぐらいになっているので急がないと、回りきれずに帰ることになってしまいそうです。よいしょ。観光客なんて来る場所ではないんですが、誰も整備してません。ああ、あそこにあの銅像があったんだ。あれを取って帰りますか。橋を越えて街中を歩いてます。静かです。雪かきをする人と車しかありません。この辺はやっぱり古いところなのかな。海産物卸問屋鹿島商店、
もうすぐメインストリートなんでしょうか。向こう側は商店街的なものが見えております。いよいよカバンストリート。豊岡はカバンで知られた街です。カメラバッグが欲しいなと思ってますが、そんなにまだ買う予定はないんですが、一応覗いてみようとこのカバンストリート来ました。確かにカバン屋さんが並んでます。ただカバンストリート、この後もう一つ、目指す場所があります。もうすぐのはずなんですが、いやでも何度も言うようだけど腹減った。全然飲食店がない。どうなってんだろう。あ、どうやら日が経っている。ここか。大石陸生誕の日。見えた見えた。大石陸女生誕の地。この大石陸の生まれたところが家老石塚家の、家の跡だそうです。でこちら右に振ると藩主京極氏の、藩邸があったそうです。石塚家の家のところから見えていた旧京極氏藩邸、今は私立図書館になってます。しかし門はしっかりと残ってます。素晴らしい。図書館の横にあるこの白壁と木、これがもしかして旧京極氏の邸宅跡なんでしょうか。セコムがあるから誰か住んでいる。でも何の標識もない。昼過ぎにですね、豊岡駅に着いて、その後観光案内所で教えてもらって、いきなり電車に乗り、コウノトリ駅から大石陸の八つ塚を見て、そして大石陸の生まれた家などを見て戻ってきました。もう一箇所本当は行きたいところがあったんですが、時間がそろそろ迫ってます。青春18切符を使った一日だけの旅です。お腹が空いてます。
さっきからこればっかりです。結局美味しいものにありつくことができませんでした。豊岡駅の中にも立ち食いそばなどは全くないそうです。仕方ないのでこれから電車に乗ります。城崎温泉駅到着。電車がだいぶ遅れまして、予定よりも30分ぐらい遅れてしまいました。城崎温泉駅に出ました。電車が遅れてて、このままのんびりして、風呂に入って7時台の電車で帰るつもりだったんですが、それがもし遅れると接続が悪くなり、大阪に帰れなくなる可能性があります。そうすると次20分後の5時2分の、列車に乗らなくちゃいけなくなる。20分しかここにいることはできません。となるともう風呂は諦めということになります。仕方なく足湯。